皆さんこんにちは、介護トレーナーの棚橋雄介です。今回のテーマは水分補給についてです。人間は大部分が水分でできていますが、どのくらい水を飲めばよいか知っていますか？私たちの体は成人男性で体重の 60%、 成人女性で 55% 程度水分と言われています。しかし水分は年齢を重ねるごとに減少していき、高齢者になると 50% 以下になるというデータがあります。年齢を重ねるとともに体の中の水分量は減少していきますが、1日にどのくらいの水分を取ればいいのでしょうか？厚生労働省が発行している水分補給の大切さを訴えるポスターでは、1日に 1.5 リットルの水分を取るように指導されています。 1.5 リットルの水分を取るなんて大変だなぁと感じますが、こまめに摂取すれば難しいことはありません。それではどのようなタイミングで水分補給をすると効率が良いかを見ていきましょう。起きた時、食事や入浴の前後、運動の最中、就寝前などがあります。コップ1杯ずつ飲んでいけば 1.5 リットルは確実に飲むことはできますので、意識して摂取するようにしましょう。水分が不足してくると脱水になることがあります。体から水分がなくなることですね。症状として大量の汗や強い乾き、めまい、尿の減少などが挙げられ、症状悪化が進んでいくと意識障害を起こし、最悪の場合死に至ります。また奇跡的に助かったとしても脳にダメージがあり、体や能力面で障害が残る危険性があるんです。介護施設で働かれている方々は、記録をしながらご利用者さんがどのくらい水分を摂取できているか、こまめにチェックしているかと思います。ご利用者さんの中には、トイレに行きたくなるからと理由をつけて進んで水分補給はされないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。ご利用者様の特徴を捉えることで、水分補給をしていただくタイミングも分かってくると思います。今一度1日の水分量を意識してみてくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。